ごご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は野村古道作「銭形平治鳥もの控えより鉄砲の音」昭和32年オール読み物1958年「銭形平治鳥もの集第26巻「青空文庫」未収録作品です。それでは、 本文をどうぞ平時もたまにはこんなこともありましたお小遣いはふんだんにあり差し迫っての仕事はなし隅田川を渡って堀切りあたりの勝負でも眺め行業し よしきりの声でも聞いて田園趣味にでもしたろうかと思ったのでした相棒には八五郎があり帰りに一杯聞こしめせばそれで文句を言う八五郎ではありません「そいつはありがてえが親分大変なことが始まったんで」八五郎はまだ朝飯前と見えて寝ぼけた顔を二階から差しのぞかせました。 おめえの底辺が来ねえんで江戸は寂しくってかなわねえよどうしたんだ恥。平次は狭い庭に立ったままこの相棒の顔を見上げました寝ぼけてはおりますが人への襟をかき合わせて品を作って紙などをなでつけております客がありましたよ呼び起こされたばかりでへっ <laughs> その客というのは心臓だろうおめえを万年こから呼び出すのは おばさんや家主やるね。えように目が届くぜ親分昼近くなるまで寝ていたおめえが下手おろしの一丁らを着ているじゃねえか永門町のお染っ子に呼ばれたんですよ庭辺はその子が持ってきたんでこいつは寝ちゃいられねえでしょ八五郎は五漬けの貧乏なりひらのような格好で2階から降りてきました井戸端へひとっり手軽に顔を洗って 平を縁画場へ呼び入れます。ところでその底辺はどうしたんだ堀切行きはそれでお流れか勝負なんか見たってしようがありませんよ。それよりお染っ子が持ってきた底辺というのは。待ってくれ。そのお染っ子というのは誰だいお染久松のお染じゃあるねえな。そんなキザなんじゃありません。平衛門町の米屋の亭主が鉄砲に撃たれて死んだということを娘の染ちゃんが知らせてくれましたよ。 なんだと五府内の鉄砲騒ぎはただごとじゃねえ行ってみようハ平次もいきり立ちました五府内では鉄砲を一丁持っているのもやかましく国主大名でさえもたった一丁の鉄砲を手に入れるんでも幕府の許可を得なければならなかったのですこうして一杯にありつけるはずの堀切行きは不意になって二人は平衛門町に急ぎました 八五郎にとっては朝飯よりも差し迫っての仕事の方が面白そうな夏の朝ですそこには八五郎を呼び出したお染っ子とやらがいるのです「みちみちおめえの話を聞こう平門町の米屋といえば場所ろ聞こえたうちだが」「平次はこんな短い時間でも利用しようとするのでしたお蔵前の近くに店を張って手広く商売をしている」 米屋の竹田屋は内々は大川から運ぶお蔵米も扱い思いのほか収入もあり諸藩の御用も足してとんだ恵まれた男でもありました従って当時は江戸でも騒がれた安大通家の一人で鳳らに身を持ち崩しましたが 自分でもそれを知り抜いて10年前女房に死なれてからは再び後沿いを迎えようともせず寝かけ狂いや遊び三昧に身を持ち崩して我が世の春を有頂天になって暮らしている男だったのですそれが四んべと言っても夜中過ぎに暑いからといって開けて寝ていると天井の空窓から鉄砲で撃たれ夜の開けるのも待たずに死んでしまいました。 細めっ子が飛んできたのはそんなわけです。長寧の外科も呼んだが、死んじまったものは拉致が飽きません。2> 第2章平治は八五郎を連れて平門町の竹田屋に着いたのは、まだ朝のうちでした。王土は閉めたまま、その日は商売を休んで、天わんやの騒ぎです。大川に沿って平門町が死を控えて広いうち、主人の半兵衛は、 そのうちの奥の六畳に今でも寝かされたままです親分よくいらっしゃいましたご覧ください店へ出てきたのは半兵衛の娘で八五郎を迎えに行ったというお染めでした昨夜のままの浅ましい普段着ですが下っぽくれで大きい目八五郎が言ったようなそれは思いのほかの美しい娘でした おめえはおおさんとんと言うだね。お染は黙って奥の一間を開けました店から南道を抜けた六畳でそこにある手箱もそのまま頭の上の窓は開いたままでそこから物干しざおの太いのがまともにのぞくのが気になります傷は首筋を1か所弱い火薬らしくすぐはの担当は少し狙いがそれて 首筋をかすめたまま畳の上に突っ立ってあったのでしょうもはや平治はかれこれと調べるまでもありません獲物はその畳の上へ地だらけになって突っ立っていたのです明け方まで命はありました外科の先生を呼んで及ぶ限りの手当てをしましたがお染めはろおはろろと泣くのです最初にめっけたのは誰だいゼニ型平 型通りの調べを始めました締まりの厳重そうなこの家へうっかり入ることもならず天窓から鉄砲を打ちかけたのは容易ならぬことです大きな音がしました私も妹の老人も気がつきましたが庭先に寝ている下男の言録が父親のうめき声に気づいて雨戸を外から叩きました驚いて引き入れるとこの有様で お染めはその時の驚きを再現して唇を震わせます。鼻の下の短い知恵走った顔で江戸娘によくある魅力です。そのお糸さんと下男の権六とやらを呼んでくれねえか。あとは。万刀の雄像とスケジューは通いでございます。そう言いながらお染めが引き抜くと入れ替わるようにお糸が縁側へ出てきました。 十八になるというおめよりは少し若く若いにしては引き締まった娘ですおめえは糸と申します年は十六になったばかりでおめとは似ちゃいねえようだあは十年前に姉さんの相手にもらわれました両親は最極巡礼に行ったきり行方不明になっております美人型のおめには荷もつかぬ浅黒い顔や長い目 低い身の丈などを見て血筋の争われなさを平次も感じておりますおめえはこの家をどう思うんだ床の間の手箱にも金はあるが取った様子もねえようだご主人の半兵衛さんを誰かを恨むものでもねえのかそんなことはありません慈悲深いご主人でしたからそれでおめえは幸せだったのかそれはもうおいとはわだかまりのない顔を上げました 主人半兵衛の庇護のもとに隠れてこの少女には何の不平もない様子ですおめえの寝室はこの部屋の上になっております姉さんの部屋の前を通らないとここへは来られませんゆんべえ鉄砲の音を聞いたのか夢のように聞いた気がしますでもこの若さと健康さではどうすることもできません続いて呼び出されたのは下男の言録でした 六十近い親父で年のせいか少しはもうしておりますすさまじい虫食い頭でトンボのようなまげが乗っかっているだけ物ののいいようもひどくしどろもどろですおめえは権六と言ったねえ小<っ>国はどこだ川越でございますどうしてここへ住み込むことになったんだ十年も前でございますご主人様が甲州へ出たとき お供をしてまいりますと飛んだところが気に入ってそれを縁にご奉公いたしました結構な主人でございましたおめえの給金は年に三両でございますだいぶ貯めたことだろうな奉公人のためるのはたかが知れておりますおめの部屋はどこだ裏口の方にあります用心のために物置に休んでおります それじゃあ鉄砲の音が聞こえたろう少し遠くなりますが驚いて飛び出しました平次の調べもそれで終わりました番頭の雄三やスケジュールは二人とも通いで書体持ちでこの厳重な塀を越えて武田屋の店に忍び込むだけでも用意のことではありませんそこから裏口へ平次は念入りに調べて回りましたが高窓から 竹筒に詰めた鉄砲をぶち込んだという他には、何の新しい発見もありません。そして主人は有り余る神章を置いて、虫のように死んでいるのです。第3章親分、いろんなことがわかりましたよ。この時八五郎は近所を一回りして帰ってきました。家の中の調べは平地に任せて、 八五郎は外回りの噂を調べてきたのです「そいつはありがてえ何がわかったんだ向こう柳原からここまでは長年のようなもんすから猫の子が風をひいてることまでわかりましたよ」「そいつはありがてえが油断をしちゃいけねえよ江戸の町家は隣にどんな人が住んでいるかわからねえもんだ」「近所の金棒引きを口説き落とすのは八五郎のお家の芸ですが」 平時はその気楽さにとどめを刺しました。